はい、お疲れ様でした。9日間どうもありがとうございます。あ、ありがとうございました、はい、いかがでしたか、うん、そうですね、やっぱ聞かされ感ですね、うん、それを自分で体得できて、うん、こんなに、うん、あの入ってる時と入ってない時はこんなに違うんだっていうのを自分が一番分かって逆に怖くなりましたちょっとずれただけで、あ、うん、あちょっとなんか違うって思われちゃうのかな、うん、その代わり入った時はあそこそこっていうのがあるのかなっていう、うんうん、こうだからなるべくそれを自分で こう、うん、ここですよね、聞いてますよね、うん、が言えるように、うんうん、今だとできる、でも、うん、この先どうだろうって感じで、うんうんうん、そうですね、うん、はい、ライブでも本当にあの分かんない分かんないばっかりを言ってたのが、うんうん、そうだったよね、そうですね、うん、本当にあこうや、あこれかもしれない、あこのことなんだっていうのが徐々に徐々に分かってきて、うん、本当に今は楽しく、うんうん、全然勉強っていうんじゃなくて楽しくできて、で、うん、お客さんのことも多分今だと怖がらずに、うんそうだね、うん、できるんじゃないかなと思って、うん、あこれでダメですか、じゃあ今度こっちどうですかとか、これはどうですかとか言えると思うし、うん、その人に合った、うんその人の今の症状とその人の好みに合ったことができるんじゃないかな、うん、ありがとうございました。はい、これからもね、はい、頑張って、ね、癒してあげてくださいね、お客様ね、はい、はい。